川は三市水明の京都、非常に風景を構成する上でも欠かせない存在でもありますし、そういう美しい鴨川を本当皆さんに楽しんでいただけますように引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。今日はちょっと明日日ですけれども、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ベンチの周りとか、やっぱり整備されてるところやとすごいゴミが多かったので、鴨川の場所を借りてるっていうことを意識して使ってほしいなって思いました。だから鴨川は美しい海、それをずっと残したい、大事ですね。